皆さんこんにちは。はい、こちらの風の翼ですが、入手方法が判明。本国ではピザハットコラボで配布されるのですが。はい、現在開催されているアマプラとのコラボ。こちらを全8回のうち4回以上受け取ればもらえます。現在4回目となっており、今回合わせてあと5回ですね。翼が欲しい人はアマプラに加入して、該当ページにて最低4回受け取りをする必要があります。こちらのバンドルは大体ガチャ更新の時に更新されるので、少なくともアプデまでに一度受け取っておくことをお勧めします。樹脂と原石が交互なので次回は原石でしょう。公式ページにて、コードの使用期限について書かれていますが、こちら、交換期限ではありません。例えば、現在のギフトパック4のコード自体の交換期限は、3月3日までです。コード入力期限が書かれてるだけなので、コード入手期限はもっと早いのでご注意ください。終わり。要約すればアマプラとのコラボコードを4回以上受け取りましょう。現在4回目なので今からする人は毎回受け取りましょう。アマプラへの加入が必須です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。